昨日の新型コロナウイルスの感染者が過去最多となった道内。今日も札幌で130人規模の感染が確認される見通しです。100人を超えるのは5日連続です。道は警戒ステージを現在の3から4に引き上げることの是非について、来週以降の感染状況を見ながら判断することにしています。一方、道医師会は昨日 GoTo トラベルの見直しを求める考えを示しています。道内有数の観光地函館では、やっぱり外されると立ち行かなくなりますからね。本州から多くの観光客が訪れる五稜郭タワーでは、道外の修学旅行が7件、一般団体はそこまで多くないんですけれども、今日現在で4件、まあ、約100名程度、キャンセルというのが来ております。今後のキャンセル増加を懸念しています。